ロリポップチェーンソーフューチャリングストーリー。突如ゾンビが大量発生したサンロメロ高校。爆発、炎上、助けを呼ぶ声、校内はすでに大パニック状態。そんな中、恋人ニックの安否が気になるジュリエットはひるむことなくチェーンソーを手にゾンビの群れに突っ込んでいく。やっとの思いで再会を果たした2人だったが、ニックはジュリエットをかばってゾンビに噛まれてしまう。なんで体がないんだ。怒らないで。どうしたらいいかわからなくて。こうして首だけとなってしまった恋人ニックを連れたジュリエットの戦いが始まった。ゾンビハントの師匠森川と出会うジュリエット。森川は今起こっている事態とその重要性を二人に悟す。不快の望んだ正気がこちらに流れ込んでいるようなのじゃ。元に戻す方法はない。我々にできるのはゾンビどもを一掃し犯人を止めることだけじゃ。異様な空気が漂う中庭では、魔導書を手にした同級生スワンが暗黒世界より禍々しい者たちを呼び出してしまう。こうしてスワンに呼び出された闇の呼び声たちとジュリエットの戦いが幕を開けるのだった。ジュリエットの元には異変に気づいた家族の面々が集結。凄腕スナイパーの姉コーディリア、破天荒な妹ロザリンド、そして伝説のゾンビハンターでもあるパパと力を合わせ、ゾンビどもを打ち倒していくのだ。俺が守ってやるからな。いつものやつ行くよ。了解。しかしスターリング一家にも危機が訪れる。妹を返せ。卑劣な手も辞さない闇の呼び声たちを相手に勝ち目はあるのか。そしてスワンは決して呼び出してはいけない暗黒世界の王を召喚してしまう。ドリポップチェーンソー6月14日、いよいよ発売。さあゾンビ狩りだ。18歳以上対象のプレミアムエディションも同日発売。お買い求めの際はお間違いなきようお願い申し上げます。